はいどうもー、はい、あいた、変なツボ押しちゃった。はい、楽しいしご飯の時間ですよ。またか、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。急ぎますんで、あ、いや、少々お待ちください。またでした。たまにやるんです、ほんとごめんなさい。メガネが曇ってるの、たまにやるんです。あ、もう大丈夫でしょう。これで反対側でこっちを走る。ありがとうございます。はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。いや、久しぶりに作ってるところを撮りましたよ。お久しぶりでございます。夏ですね。ごめんなさい、夏味噌丼でございます。夏味噌丼ですよ。ほら、果肉も分厚いね。豚バラ肉を切ったやつをつけ、あら美味しそうな夏味噌丼。ありがとうございます。そしてこちらもまたまた主役級。いや、映るかな。またこうやってやるしかないね。はい、具沢山の豚汁的なやつでございます。ありがとうございます。あ、今回は初めて使う味噌も買ってきた。味噌も買ってきたんですよ、木島くん。そしてもう今日でもこれ終わりだね。お願いします。ビタミン C を摂取、あ、案外多かったな。いや、いいでしょう。それでいいんです、ミスター健康木島ですから。これでね、見えた、ごめんなさい。味噌を摂取、味噌じゃないビタミン C を、話がごっちゃ混ぜてごめんなさいね。ビタミン C を摂取して健康ですから。はい、いきますよ。はい、乾杯、いただきます。いやー、おいしい。程よい酸味、そして刺激、素晴らしいです。汁飲んで汁いきます。汁飲んでまた汁いきます。いやー、この間作った豚汁的なやつもすごい美味しくてさ、味噌が残り少ないから違う種類の味噌買ってみましょうって買ってきたんですよ。初味噌です、これは。何でしたっけ、丸米味噌でしたっけ。あー、いい香り。いただきます。香りがいい。上から散らしたネギの香りもいいけど、味噌の香りが、あ、また違いますな。全然違いますな。だし入りじゃないのであれですけど、あー、美味しい。大根、ん、あー、美味しい。あ、人参、あ、人参、あー、民事の万歳。この間、あ、こんにゃくだ、うん、あー、美味しい。この間作ったのもめちゃめちゃ美味しかったんだけど、大根がなくてさ、大根欲しいなと思って今回入れたんですけどね。里芋とかこんにゃくがあってもいいけど、あ、大根の味いいな。うん、人参の味いな。味が染みてどうのこうのとかじゃないんですよ。大根そのものの味が最高だ。うん、あー、おいしい。あー、あー、豚も結構たっぷり入れました。うん、うん、いい脂、うん、あー、おいしい。もうこれだけでいいなこれだけでいいな。うん、マット、ほんと最高だ。マット、ほんと最高。ほんとこんだけでいいな。ちょっと待って、冗談じゃなくて、ほんとこんだけでもいい。めちゃめちゃ美味しい。いきます。うん、うん、トマト最高。見てください、いつもの
豚バラブロック買ってきて自分で厚めに分厚くカットして、今日は福島から来たナスビもたっぷり入ってますよ。いただきます。味噌の香ばしい香りと豚肉の甘み、ナイスナス。最高だ。あ、ピーマンも最高だ。で、こういう味が濃いのにはキャベツと玉ねぎのこれですよ。で、下16穀米。そうだね。あ、米もいいね。やっぱ木島の夏といえば、豚肉おいしい。これです。木島の夏といえば夏味噌丼です。夏日本当おいしいな。人参はこっちとこっちで一本使い切りましたよ。贅沢な一食、贅沢な使い方。エキスたちもね、無駄にすることなく下のキャベツと米たちが、あ、ごめんなさい、きれいに吸い取ってくれますから。調子に乗りすぎてさ、思わず両方とも作りすぎちゃいましたよ。完全に今日も作り終わってから思った。今日も食べきれるかしら、若干心配です。でもこのペースなら、この感じならねいけると思う。で、このこっちの味噌とこっちの味噌違うんですけど、それが良かったのかも。こっちが今まで使ってた出汁入りの丸米味噌、これ美味しいんですよ。簡単、出汁入りだから何のね味噌汁作る時も、まあ僕は出汁のためじゃないけど、煮干し入れたりとかね、出汁入りだけど、あ、夏味美味しい。出汁入りだけど、あの本出汁ちょっと入れたりとかしてますけど、正直それやらなくていいんだから。こうやってなんか料理に使う時も
味噌の味だけじゃなくてちゃんと出汁の味も効いてきますからね。本当に便利。だからこっちは違うよ。あー美味しい。ただやっぱこの香りやら、うん、風味はもう全然違う。うん、ほんと美味しい。あー最高だわ。これ一杯と、あ、茶碗一杯の白飯、本当はそれだけで十分。もしくはおにぎり、おむすび、何の味もしない、その米だけのって意味の、何の味もつけてないおむすび、そんだけで十分です。贅沢しすぎだな。あー豚肉ほんと美味しいな。甘いんだもん、脂が。こっちでも感じるよ。でもこっち味噌と一緒だから余計に。味噌のしょっぱさから、まあこっちも味噌と一緒だぞ、バーンって出てくるからさ。さあ行きましょうか。はい、お願いします。はーい、はい、少し少し少し、うわ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 、こんななっちゃって、もうほら、あー、まあこれはもう見ていただくしかないな、これは。うわたまらんよこれ、こうなります、こうなります。最高だな。夏って最高だな。まあ、夏味噌丼で最高だな。うん。これで夏味噌丼は作ったでしょ。次豚キムチかな。夏ですからね。ああほんと夏美味しい、ほんと夏美味しい。またこのタイプの豚肉使って、豚キムチかな。豚キムチいきますか。もちろん B 弁当インスパイア、コーナーインスパイアでもな、 B とホーナーのインスパイア行くにはその前に唐揚げでかやなきゃいけないね。唐揚げでかよ。
出ないことにはね。本当の意味でのエスパニアにならないからな。だからまず豚キムチか。うん、ああ美味しい、まだ美味しい。まだまだ美味しい。うん、いや、その日の調子と組み合わせ次第では。まだまだいけるね、キジマクも食べれるね。でもこれほんとキャベツとかのおかげで、キャベツサバネギちょこっと合うから、この味の濃い味噌と。大丈夫でした？足りてませんでした？ちょっとそれ心配。うん、まだ美味しい。まだまだ美味しい。うん、いや、しかし美味しいな、この味噌。めちゃめちゃ香りいいな。これぜひね、作ってる方の動画を見てみてくださいね。今回は作ってる方の動画を後にするかな。どうしよっか。うん、人参も大根もたっぷり入れてよかった。やっぱ生で食べたり炒めて食べたりするのもいいけど、汁物にするのいいな。これネギも入ってるんですよ、上からパラパラしたやつだけじゃなくて中にも。野菜もしっかり取れるし、栄養も、野菜の栄養も逃げる、逃げ場がないからね、汁に全部出てるわけだから。いや、素晴らしかった素晴らしかった、贅沢すぎたわ今日。うわ、贅沢すぎた。ビタミン C もこれ一気に飲みますもん。夏ですね、お久しぶりの夏味噌丼、分厚い豚肉の、それと豚汁的なやつ、もう豚汁って言ってもいいんじゃないかな、オープン記念日の味噌。
今日もとっても美味しかったです。あ、食べてる方の動画もぜひよろしくお願いします。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。